こんにちは。こんにちは。こんにちは。Buongiorno a tutti. Eccoci a nuovo appuntamento con Cronaca di Ferite dal Giappone. Spero tanto che questi incontri che stiamo effettuando mi aiutino soprattutto in questo periodo di isolamento sociale a rimanere in contatto con la cultura e con la realtà di questo paese. Il collegamento di oggi è nato in seguito all'incontro con Walter Mastroluca che, come ricorderete, nell'ultimo nostro appuntamento è un giovane italiano che trovandosi in Giappone per un tour in bicicletta è rimasto bloccato lì ed è stato accolto gratuitamente in un hotel a Kanazawa che ha istituito una notevole iniziativa di solidarietà chiamata Room for Rescue e in seguito si è allargata coinvolgendo due aziende nell'area di Tokyo. Oggi siamo in collegamento con il presidente Mr. Osokawa e un suo collaboratore Mr. Echigo che ci parlano da Kanazawa. Oltre abbiamo anche il nostro amico Pio. Ciao Pio. Benedice tutti, benissimo. Barbara. Con Barbara. Napoli. E con Napoli. Ciao. ホテルのすぐ近くにはたくさん の飲食店があります。で、その飲食店が、コロナウイルス の影響で、皆さんお客さんが全然来なくなってしまったので、そこに私の友達をいっぱい呼んで、飲食店に行ってくださいってことで、日本中の友達を金沢に来てもらったんです。で、その時に、来てくれたお客さんに、ホテルの、宿泊料は皆さん、ただに、無償にしますっていうことで、ご案内をしたんですが、そのキャンペーンをやった時に、私の友達から一人、紹介したい人がいると言われて、友達というのが、コロナウイルスの影響で飛行機が、フライトがキャンセルになってしまって、自分の国に帰れないから、ホテル泊めてくれないかっていうお願いをされました。それが一番最初に自分の国に帰れなくなった旅行者の方たちをホテルに泊まってもらおうって思ったきっかけです。で、私のその旅行、自分の国に帰れなくなった旅行者の方たちをホテルに無償で泊めるという取り組みを日本中のテレビとかインターネットのメディアであったりとか、ラジオであったりとか、雑誌であったりとかが様々なメディアが取り上げてくれたことがきっかけになって、日本中のその帰れなくて困ってる外国人の方たちから問い合わせをたくさんいただいたんですね。で、それで、いろんなメディアに出てることを同じように東京とか大阪とかいろんなホテルを運営している人たちの目に留まり、ぜひその取り組みに賛同したいから一緒にできないかっていうことをいろいろ声をかけてもらって、それでじゃあ一緒にやりましょうっていうことで一緒に取り組むことになりました。今ちょっと越後が調べてます。ちょっと待ってください。はい。金沢市で感染者が122名、死亡が3人。石川県だともう少し多いです。150名。石川県全体ですと222名が感染者。で、5名が死亡された方ですね。アルゼンチン大使館から、アルゼンチン大使館のフェイスブックページに、5日前に掲載されました。私が昨日メールを送っ、おととい2日前に、イギリスと、イタリアとフランスの大使館にメールはしましたが、Facebook ページはダメ。先ほどの細川の補足なんですけど、メディアで言うと、ローカルのレディオ、TV、ニュースペーパーは、ほぼほぼ石川のものは載せてくださいました。ただ、やっぱり全国のものとなると、あまりまだ
取り上げてはいただいていなくて、ウェブのメディアで、日本のツーリズムを扱っているメディアさんだったり、あとは台湾、ドイツ、インドだとかの国のメディアで、あのツーリズムのメディアで取り上げていただきました。あとはブロガーの方からのインタビューを受けたり、あのミディアムみたいなあのマイクロブログのところでアップしていただいたり等で、まあ、いろんな方に広げていただいているような状況です。 JNTO の、 あのツーリスト向けというか海外向けのサイトにちょっとそんな大きくないんですけど載せていただいてます。あとその JNTO の、金沢版、金沢版のローカルのページにも、あの載せていただきました。今日もサンドイッチがプレゼントしてもらいました。それもレストランからお弁当をもらいました。僕の、あの Facebook で、あのこういうあのイタリア人とかロシア人とかたくさんの人が今僕のホテルに泊まっているから、あのでも日本も今レストランってみんなクローズしてますね。マーケットもあの閉じているから、外国人の方が外に買い物に出ても食事を買えるところが今あんまりないんです、金沢で。 だからこう食事をお昼お弁当をあの販売をしていて、あの売れ残ったものとか、あのそういうものがある人はあの僕のところに持ってきてくれませんかっていうお願いを Facebook で僕が言ったんです。そうしたら、あの金沢のたくさんのレストランの人たちが、あのこれをみんなに食べてもらってほしいっていうことで、あの無料で0円でプレゼントしてくれました。金沢はあの本当に世界中のいろんな旅行で来てくれる人たちが、あの金沢に旅行に来てくれるおかげで、本当にもうたくさんの人が仕事があって生活ができてます。でそれで、うん、今までその旅行に来てくれる人たちのおかげで金沢っていう街はあの本当にたくさんの仕事が生まれたりとかしてたので、あの今そこであの助けてもらってたものを、今このタイミングでは僕たちがその旅行に来てくれてる人たちを助けなければいけないって僕は思ってるんですね。でここであの金沢に今来てくれてる人たちを僕たちが何か少しでもいいから助けることができたら、きっとその人たちはまた次未来2年後か3年後か旅行をする世界が戻ってきた時に、その人たちが次に僕たちのことをまた助けてくれると思ってるんで、今僕たちができることをしなければいけないと思ってます。早くて2021年3月。僕は2年かかるかなって気はしてます。おそらくホテルとあのレストランが半分以上潰れてなくなると思うんです。なので、たくさんの世界中から来る人を迎えられないと思います。金沢っていう僕の、あの生まれ育った町にはあのイタリアの方ってそんなに多くまだ来てないと思ってます。で、あの僕はあのイタリアの方にもっともっとたくさんの人に金沢に来てほしいなっていうふうに僕は思います。あの本当になんて言うんでしょう、あのイタリアもすごく歴史的なあの価値のある古い建物がたくさん残ってる町だと思うんですね。でその歴史を見に世界中の方がたくさん訪れてると思うんですが、金沢も同じように本当にたくさんの歴史が残ってる街ではあるので、下手したらイタリアよりも古いものが残ってる可能性もあります。なのでそういうものを、見に来てほしいなっていうのはすごく、強く思います。現代美術館、21世紀美術館、ここは本当に美しい建物、新しい現代建築の建物なので一番美しいものなので、ここにはぜひ行ってほしい。で、本当にその建物のすぐ隣に兼六園という庭があります。これはあの兼六園というものは本当昔々の日本文化の、ガーデンですね。
なので、本当に 古き良きものと新しい現代美術のものが本当にまとなりにあるっていう街なんです。なので、こういう新しいものと古いものが絶妙なバランスで共存している街っていうのは非常に珍しいと思うので、ぜひこの2つは見に来てほしい。あとは、お寿司を食べに来てほしい。じゃあちょっと細川とは違う点で多分今回訪日外国人の方日本に来てくれた外国人の方すごくしんどいというか辛いと思うのが多分イタリアの方みたいに日本人ってそんなに情熱的でなかったりコミュニケーションがそんなに上手じゃなかったりするように思われることが多いと思うんですね一般の人々ってなので多分今日本にいる方ってちょっと差別、ディスクリミネーションじゃないですけど差別を感じるような気持ちでいるような人ってすごく多い気がしていて頼るところもなくて滞在も大変だと思うので、まあ、今回日本人って実はちょっとあったかいんだよみたいなところとかが少しでもこの R4R を通して伝えられたらなっていうのが、まあ、先ほどのフードの話だったりあとチャットの方に貼らせてもらったよいしょFacebook のポストでさっき体温計がいっぱいあったと思うんですけどこれも今 R4R のために、ゲスト泊まってくれた方の体温を毎日測っていただいていてこれも日本全国の人が送ってきてくれてこれ何かっていうと R4R の、ゲストに毎日体温を測ってメールで送ってくれっていうようなお願いをしていて、それはコロナウイルスの、恐れがある人に適切な医療機関を紹介するためにそういったことをお願いしているんですけど、これもテレビで、石川のローカルのテレビで細川さんが体温計が足りないんです。実際薬局もコンビニも体温計が今売っていない状態だったので、くださいとお願いしたら全国の方が体温計を送ってきてくださって、なんか逆に僕らだけじゃなくて細川さんのアイデアだけじゃなくてパートナーもそうですし日本人全体でこのプロジェクトってみんなを迎えるために頑張れたっていうところで、まあ、引き続き頑張っていきたいので、まあ、ぜひ応援してくださったりむしろ日本泊まれるとこあるよって紹介していただけたらもうそれに allora, volevo ringraziareTutti coloro che hanno partecipato a questa riunione di oggi, anche se nel frattempo abbiamo perso qualcuno perché era impegnato purtroppo con altre registrazioni e quindi ha dovuto lasciare prima la stanza. Vogliamo ringraziare il signor Hosokawa e il signor Ichigo da Kanazawa. Arigato gozaimashita, grazie. Thank you so much. Grazie. Grazie di molto. Ciao. Sei muto? Ok. Non è il microfono. Muto Pio è un timoro. da minasama, konbanwa. Konbanwa. Pio de Miglia to moshimasu. Kore kara chotto nama chuke aru ndesu keredomo, Kitachosen no Kim については死亡してるかどうかというコメントなんですけど、その後また来ますからよろしくお願いします。はい。金沢は私言えるのはとっても素晴らしい、ところです。私何回行ってきて大好きなんです。私日本のレッドはあっちこっち行ってきたんですけど、すごく、金沢は特に花祭り機会。そちらのホテルですか民宿ですか、はい、旅館ですかホテル、あっちの、あなたの後ろですっごいいいビニールいっぱいあるんですね。あなたビニール好きなの、ね、はい。すごい。レコードプレイヤー。すごい。私も1000ぐらいあるんですよ。わー、でも、日本で持ってこなかったんです。じゃあ、客さんはそちらに泊まる間に音楽を聴かせるの？はい。
はい、毎日夜は全部ビニールで音楽をかけてます。なるほど。一番好きな、はい、一番好きなのはあなたは一番好きなのなんだろうな。プリンス。プリンス、プリンス私も大好きです。お若いですけど僕たちのおじいちゃんっぽいの、音楽はないとか、フランク・ザッパとか、グラッフル・デッドとか、ジェフェルソン・エルプレンとか、ある。ある。あ、OK、じゃあ、それでちょっと失礼して、はい、はい、また後ほど。そう、後ほど。親分、よろしくお願いします。